日本中が東京オリンピックに沸いた1964年、大ブームとなったのがこの曲。幸せなら手を叩こう、幸せなら手を叩こう、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで手を叩こう。楽しいリズムで歌って踊るハッピーな歌。しかしこの歌のルーツは太平洋戦争の悲劇にある。1959年、早稲田大学の一人の大学院生がフィリピン・ルソン島を訪れた。ここに住む人たちのためにやれることをやるぞ。目的は農村支援キャンプへの参加。しかし、はじめまして、日本から来ました木村リヒトです。ハポイバタイン。なんて言ったんです？ハポンは日本人です。パタイはシナです。皆さんなんか勘違いします。私もクリスチャンです。うるさい、日本に帰れ。戦争はまだ終わってねえんだよ。住民からぶつけられるむき出しの反日感情。実は戦時中、この村の住民たちがゲリラと間違われ、多くの人々が日本兵に殺されていたのだ。そのことを知り、心を痛めた木村は懸命に働いた。少しでも償いにならないかと、村人と共にトイレの穴掘りで汗を流した。仕事の後は積極的に声をかけた。よし、いや、ここは日本人の来る場所じゃない、帰れよ。そんなこと言うなよ。僕だってクリスチャンだ。クリスチャンには国籍は関係ないだろ。一緒に読もう。朝夕には共に聖書を読み合った。許しを請うように。そんなある夜、一人の青年が声をかけてきた。彼も戦争中、日本兵に父を殺されていた。僕の父親を殺した日本人が憎くて、どうしても許せなかった。日本人に会ったら殺してやろうとずっと思っていた。でもな、君と汗を流して働くうちに気持ちが変わった。聖書にもあるように、僕は君たちを許す。僕たち若い世代が態度で示し合い、平和を誓い合おうじゃないか。二つの国に起きた戦争の傷を若者が分かち合った瞬間だった。帰国の船で木村は考えた。僕を受け入れる気持ちを態度で示してくれた人たちがいる。この素敵な経験を日本の若者に知らせなければ。そうだ、木村が思いついたのは歌を作ること。曲は村人たちが口ずさんでいたスペインの民謡。そこに歌詞をつけることにした。僕と彼らをつないでくれたのは聖書。そうだ、歌詞のヒントとしたのは旧約聖書詩編47の一節。手をたたいて喜びの声を神に届けようというもの。そう、この歌の歌詞は聖書から生まれたのだ。せーの。幸せなら手をたたこう。覚えやすいメロディーと歌詞、若者のたまり場だった歌声喫茶でも歌われるようになり、この歌は口づてに広まっていった。そして、幸せなら手をたたこう、幸せなら手をたたこう、幸せなら態度で示そう
ほらみんなで手をたたこう。いい歌だな。ごめん、君たち、今の歌、もう一回最初から歌ってもらっていい？はいよ、うん、せーの、幸せなら手をたたこう。街角で女性が歌っていたのを偶然耳にしたのが坂本九。この曲を気に入った坂本自身が楽譜に起こしレコード化したのだ。戦争によって生まれた対立感情、若者たちが許し合うことで生まれた名曲、今では平和を称える歌として世界中で親しまれている。幸せなら手を叩こう。